皆さん、こんばんは。NBA アナリスト、佐々木クリスです。そして、年に数回、このルートビア、楽しんでます。沖縄にお住まいの方だったらね、ご存知だと思います。僕のいとこはですね、中学生の時、これを一口飲んで、シップって言った、そう、薬の味がするソーダなんですけども、まあ僕の大好物というか、年に数回の、まあ、ご褒美みたいな感じですね。はい、というわけで、今日も NBA 話していきましょう。まあ話したい話題はね、今日も尽きないんですけれども、まあ本題に入る前に、昨日の動画で、まあジェームス・ハーデンのトレードで動かなかったチームがあるよっていう話をしました。それがフィリーでしたね。フィラデルフィア 76ers。そして、そのフィリー、ハーデンの、ハーデンとのトレード画策されていた中で中心になっていたのがベン・シモンズ。そのベン・シモンズが今日のゲーム、勝利した今日のゲームで、キャリア30回目のトリプルダブルをなんとキャリア228試合目にして達成。うん、おめでとう。これは史上3番目の速さです。ビッグオー、そしてマジック・ジョンソン以来の速さということでね、まあベン・シモンズディフェンスもいいですし、トリプルダブルもね、決してこう得点量産したりだとか、じゃあスリーポイント、うん、まあここにはまだまだ難があるとはいえ、やはりスペシャルな選手だなっていうのを感じさせましたよね。はい、そして今日はですね、トロントラプターズとシャーロット・ホネッツをたっぷりと分析していきたいなと思うんですけども、ルーキーラメロボール絶好調、ベンチから11試合連続5アシスト以上を記録しております。もう本当にね、センスあふれるパスを見せてくれるんですが、これは過去10シーズンでも2016年にドリュー・ホリデーが記録した11試合、この記録に並んで最多ということで、まあ、次の試合で達成すればベンチから5アシスト以上、ここ10年では最長の12試合連続ということになるんですけども、まあコメントでね、ラメロボールのパス何がすごいですかっていうことをいただいた時に、ちょっと返した時に、まあいろいろこうワンテンポ、その方は他の選手よりワンテンポ早く投げれるのはすごいよねっていうところを言っていて、で僕はそれに加えてためも作れるっていうのがすごいですよねっていうことは申し上げたんですが、そのワンテンポ速いっていうプレーが今日は特に多かったなって思いました。しかもそれがピックアンドロールの中から自分のマークマンを見透かして、さらに後方の奥の奥、まあ、ディフェンスの最終ラインの重心移動を見て、やはりそれに対して自分の頭越しのフックパスとか体越しのフックパス、これをですね、もう本当素晴らしいタイミングで、チームメイトのストライクゾーンにドンピシャに投げるし、左手でも投げるんですよね。まあ今日のね、トロントラプターズ戦は超ロングスリーなんかも2本ほど決めてみせていて、まあラメロボール本当に活躍が素晴らしいなと思う、そんなルーキーの一人です。皆さんもね、ぜひまだシャーロットのゲーム見ていない方は、まあアシストも多いチームですし、非常に若手も多くてエキサイティングなので、ぜひ見てみてください。今日はね、ラメロボールとブリッジズに、4クォーターかな、供給したパスからのブリッジズの両手の坊主ハンズの振りかぶりのトマホークダンク、もう打ち下ろしかっこよかったですね。うん、はい、ではですね、はい、本題に行きたいと思うんですけども、トロントラプターズシャーロット・ホーネッツ戦、渡辺選手がね、出場を果たしました。もう完全にセカンドユニットとしてやはり貢献しているゲームですし、流れを変えてくれる選手になってくれたなというところで、まあ、非常に喜ばしいんですけども、まあ、最初、まあ、初感というか、そういったものをポポポンとまとめて言うと、まあ、入ってすぐ相手はゾーンだったんですけども、まあ、ゾーンに対する動きっていうのもすごく良かったですし、チームメイトがショット放った後にゾーンの弱さの一つは、リバウンドの責任が不明確であるところなんですね。そこに対して渡辺選手はシュートが外れても自分が優位になるところ、例えばラメロボールが 2-3 の下側のウィングをやっていたので、そのラメロボールの前に入ってオフェンスリバウンドポジションガッと奪っていくとか、そういったところは抜け目なかったですし、1クォーター57秒のダイブですね、ルーズボール一つにかける気迫、さすが渡辺選手だなっていうふうに思いました。あとは試合に入って1本目のショットを決めることがすごく増えたなっていう印象で、まあ、この動画をやり始めて記憶だけでも3試合ぐらいはあるんじゃないかなって。でもう彼の中では、まあ、スリーポイントが主に彼の役割になっていくと思うんですけども、トランジションのスリーとかすごく印象にあるんですけど、もうファーストタッチ、
ファーストオープンショットは絶対打っていくっていうぐらいの強気のメンタリティを持っていて、まあ、これは本当に素晴らしいなっていうふうに思います。はい。そして2クォーター、11分32のところなんですけど、僕気になったプレーがあって、まあ、彼このゲーム確かアシストは記録していないと記憶してるんですけども、そうですね、このゲームの渡辺選手のスタッツは3得点、はい、4リバウンド、1スティール、1ブロックショット。アシストはしていないんです。ただですね、はい、実は数字に残らないアシストっていうのもあって、このプレー、2クォーターの11分32、まさにそういったところでした。で、アシストには記録されないんだけども、NBA のトラッキングデータでは、セカンダリーアシスト。アシストにつながったアシストというふうに表現されていて、ラウリーからウィングでボールをもらったらそのままベースラインにドライブしていって素晴らしいペイントアタックを見せるんですよね。そこから逆サイドの45度の、味方にパスして、そこからエキストラパス、その選手がコーナーにいたパウエルに渡してチームの38得点目のコーナースリーポイントが成功したんですが、これは渡辺選手の絶妙なドライブ、それからそのスペースの使い方、キックアウト、これなくしては、必ず成立しなかったので、このアシストの前のアシスト、専門用語ではセカンダリーアシスト、アメリカではホッケーアシスト、何かアイスホッケーはこういったパス、シュートにつながるパスの前のパスをなんかアシストっていう風に計算するっていうことも聞いてます。うん、そんな中で渡辺選手こういったところにもうまさを見せてましたね。はい。その他にも、ディフェンスの名手である渡辺選手ハイライトたくさんありましたね。もうこのゲームディフェンスだけで彼のミックステープ、まあ、ウェブでねこう何回も何回も見られるようなハイライト集作れるんじゃないかなっていうぐらいのディフェンスを見ていて見せていて、2クォーターの9分48コーナーにクローズアウトして、そこからですね相手がこうインサイドのビヨンボにパスしたら、今度ビヨンボの、まあ、ダンクに対してそこをリングを守ってブロックを浴びせてしまうというね、ここはドンピシャでしたし、あとは2クォーターの8分24、スピードのミスマッチを狙うグラハムのワンオンワンを、これ封殺すると。でこの封殺した後相手はタフなショットを、打ったので、トロントはディフェンスリバウンド確保してそのまま前線のパウエルがボースハンドダンクっていうところで、まあ、48対40、いや8分11かな、シャーロットはタイムアウトを要求したんですね。でこのディフェンスをする前は46対40だったんですけども、ここで一気に流れが変わりまして、渡辺選手が下がった時には得点は57対47と、まあ、この渡辺選手のスーパーディフェンシブなプレーをきっかけに、トロントが大きな波を作れたのは間違いないかな。でしかもこの57対47で一回渡辺選手が下がったのはトロントがタイムアウトを請求した時なんですけど、ここは直前に PJ ワシントンが5連続得点してるんですね。でこれがなければまあ15点リード作ってたぐらいのビッグウェーブが、渡辺選手が出ていた時に作れていたっていうところで、すごく良かったなって。あとはまあ後半ですかね、後半もディフェンスは手堅いパフォーマンスをしてたんですけども、これチーム全体が相手のゾーンディフェンスに対してちょっと停滞感が強かったので、必ずしも、渡辺選手の非があるわけじゃないんですけども、まあ、ゾーンに対して、打ってたスリーポイント、もしくはもう少しシュートチャンスを作ってそのシュートを決め切ることができていれば、もう少しプレータイムも増えたかもしれません。うん、ただね、主力全部を戻すようなタイミングだったので、まあ、ここは、しっかりと前半に貢献できただけでも本当にセカンドユニットとして素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思います。さあこのゲームですね、ここからがですね実は肝になるんですけども、非常に非常に、僕らにバスケットの深い部分を教えてくれるようなゲームだったんですね。でそのどういったものなのか、詳しく見ていく前に、まずはハーフタイム、現地の中継でハーフタイムの時にトロントラプターズのスカリオーロアシスタントコーチがインタビューを受けてまして、そのコメントを紹介したいと思います。スカリオーロアシスタントコーチはスペイン代表のヘッドコーチでもある、まあ、非常にこう知性あふれる方ですね。でそのコメントが、1クォーターと2クォーターの大きな違いはディフェンス面、我々としてはボールの守り方少しアジャストした、オンボールのところも向上した、スイッチで少し誤解が生じていたところを修正したよ、
オフェンスは素晴らしかった。ペースもよく、24本のフィールドゴール成功に20アシストがついていて、成功率も良かった。なので2クォーターのディフェンスが良かったって言ってるんですね。まさしくまさしくっていうところで、僕も試合中に実はこの1クォーターから2クォーターの変化、ある変化に、すごく着目していました。で、ここから話していくのは、まあ、シャーロットの攻撃にどのような変化を見せていたかっていうところなんですけども、以前この動画でもチャンネルでも解説したゴースティング、つまりフェイクスクリーンなるものをシャーロットは多用してたんですね。こうやってトップでボール持っている選手に対してディフェンダーがこのように足を、まあ開いてですね、リングへの直線に入るように遮ってワンワンディフェンスしてますよね。そこに相手のスクリーナーが走ってきて、で使っていくのが、まあ、ピックアンドロールとかボールスクリーンだと思うんですけども、このゴースティングっていうのはフェイクスクリーンなので、このスクリーンが来ると大体どのチームもこのディフェンダーがスクリーンをむしろ背にしてこのように足を入れ替える、足を入れ替えるんです。それによってスクリーンではなくそのまま抜け出すと、この選手が足をこういうふうに開いてしまっているので、強大なボールマンが多くなっている NBA ではいかにボールマンを生かすかっていう考え方がかなり大きい。その中でこの選手が優位な体勢でドライブに一気に飛び込めるよねっていうのがこのゴースティングのまず大きな狙いなんですね。ただですね、このプレーではフェイクスクリーンのようにこの選手がここを通過するんですね。で、この選手はスクリーンが自分にヒットしてない、一切接触してないので足を向かい直してない、開いてはいないんです。で、このフェイクスクリーンをかけた選手についていたのが渡辺選手で、渡辺選手は、まあ、スクリーンが起きなかったわけですから、スイッチせずにそのままついていかなければならない。ただしスタンリー・ジョンソンと渡辺選手2人でこのボールの進行をしている選手に2人で行ってしまうんですね。すると完全にここでノーマークになってしまって相手にショットを決められた。ここに、まあ、大きな歪みというかコミュニケーションミスが起きていたんですね。2人ともボールマンに行ってしまうという、はい。まあ、これがチームのルールがスイッチだと思っていた渡辺選手で、スクリーンがヒットしなかったのでスイッチじゃなくそのまま走り切ればいいやって思っていたスタンリー・ジョンソン、まあ、ここの2人に大きな誤解が生まれているわけですよね。過去にこのスイッチの失礼、スクリーンの効果っていうのは相手に考えさせること、ズレを生み出すことだけではなくて考えさせることっていうのは過去にも、紹介してきている内容です、はい。で、これがどういうふうな変化を、していくのか、さらに詳しくですね見ていこうと思うんですけども、次2クォーターの11分14分、今度ですねまたグラハムがこの同じゴースティングからドライブを仕掛けていくんですね。この時は渡辺選手が、ブロックで、止めるんですね。超絶ブロックだったと思います。あれ、さっきスタッツで1ブロックというふうに紹介しましたね。ビヨンボに対してのブロックはつかなかったんですかね。普通のショットミスになっちゃったのかもしれません、すいません。でもそこが肝じゃないので続けていきましょう。間違いなくここは、グラハムに対しては渡辺選手が、ブロックしました。ただですね、ここでどういう状況になっていたかというと、ここの選手に対してですね、まあ、ディフェンスしていて、で、ゴースティングが行われたんですけども、それに対して今度多分チームの指示としてはノースイッチに変わっていたはずなんですよね。ここは絶対来るからノースイッチで行けよっていうふうに言われたんだけども、カイル・ラウリーがとっさにやっぱりこっちに反応しちゃったんですよ。で、渡辺選手はここまで行きかけたんだけども、この選手のドライブに対してラウリーが反応したのを見てリカバリーして、ここで超絶ブロックをした、まあ、まさにチームの窮地を救ったんですね。ただこの窮地を救ったプレー、何度もやられてしまえば毎回ブロックできるわけではないので、まあ、チームとしては大きな、まあ、ミスなわけですよね。で、ここで非常に面白かったのが、この後のラウリーのベンチへのジェスチャーが気になったんです、僕試合中に。で、ラウリーがこう天を仰ぎながらベンチの方に向かってこうやって印を、送ってたんですね。要するにラウリーは自分にその責任があると、
自分にこそ非があってユータは間違ってないよっていうことをベンチにも言ったと思うんですよね。多分指示がその1クォーターと2クォーターの間にあったばかりなのに、ラウリーがそういうリアクションをした。これがすごく面白くてですね、この後2クォーター8分4、まあ、ボールマンとマッチアップする渡辺選手、ちなみにラメロボールとのマッチアップも非常に多かったですね。でラウリーとパウエル、ここがですね、まあプレスイッチと言ってですね、まあ、ここにディフェンスが2人いて、でここに渡辺選手がいてボールがいて、でここにいた選手がこっちに動いて、ここにいた選手がこっちに動くんですね。でここがよりサイズのある選手でした。これがゴースティングを最終的にする選手なんですけども、こことここであえて先にマークマンを入れ替えて、このゴースティングにはこっちの選手がついていくという形になりました。でここでまたゴースティングをしていくわけなんですけども、まあ、今度はパウエルと渡辺選手が全くスイッチせずに守りきって、で最後はワンワンからボールにちょっとドライブを許してしまうんですけども、ブーシェーもヘルプに来て、ゴール下でヘルプに来てタフショットを外させるという、まあ、これはチームの、ディフェンスの勝利ですよね。で3クォーターの最後のプレー、シャーロットのオフェンスの最後のプレーは、さらにこのゴースティングを一度のみならず2度ほどこう観光してくるんですね。どういうことかというと、まあ、ここでボール持ってると、もう1回のゴースティングじゃ騙されてくれないから、こっちの人がこっちに行きつつ、じゃその人が行き終わったらこっちの人がこっちに行ってっていう感じで何度もやろうとしてくるんですけども、しっかりシアカムがスイッチせずにここについていき、ここのタフな1対1を守りきるっていう形になったんですね。で、もう変化球も変化球ですね。シャーロットはどんどん投げてくる。ただこれに動じないトロント、やはりこの2クォーター、特にラウリーが自分が今ミスしたよっていう風に、まあ、ベンチに向かって、そしてチームメイトに対してコミュニケーションして以降のトロントの、遂行力は本当に素晴らしかったんじゃないかなっていう風に思うんですね。でこれぞプロの駆け引き、遂行力だと思うんです。シャーロットも負けじとやっぱりやっていく。でこの後も明確に体をぶつけてくるようなスクリーンっていうのはしっかりとスイッチして簡単にズレを明け渡さないんですね。でチームとしてやっぱりここに使い分けていたなっていう風なのあるんですね。で今日のディフェンスのやっぱりベースにあったのが、スイッチすべきタイミングとスイッチせずに守りきるタイミングの判断が、素晴らしかったなっていう風に思うんですね。でちょっと、全体的な話をすると、ポジションレスがどんどん進んでいる現代のバスケットボールでは、スイッチディフェンスがやっぱり相手にこう相手が目指している数的優位だとか、それからまあズレなるものを与えない明け渡さないために最も効果を発揮するディフェンスであることは間違いないんですけども、ちょっと話していくと、スイッチができるメンバーがいるだけで高いレベルのディフェンスが保証されるわけじゃないんですよね。スイッチができるメンバーっていうのはサイズだとか能力、これが等しい選手が少しでもコートに多くいればいるほど、まあ1番から5番までオールスイッチしやすいわけですよね。中にはトロントみたいにズレさえ明け渡さなければ身長差は明け渡してもいいのでオールスイッチっていうのをやるチームもあります。それはそれで非常に、戦術的だと思います。で繰り返しになるかもしれないんですけども、賢い、やはりこう精度の高いディフェンスっていうのは、スイッチすべき時とスイッチすべきでない時っていうのを明確にしっかりとさばききるのかなっていうふうに思うんですね。これが、彼らの強さで、トロントラプターズのディフェンスは本当に、素晴らしく見えました。で、このゲームのね、勝利する大きなポイントになったと思いますし、スカリオーロアシスタントコーチが言っていたのもまさにそのことなんじゃないかなって思うんですね。ただこのゲームを見てスタッツもチェックした、そこのマニアックなあなた、はい、あなたに向かって僕はいつも動画を撮り続けています。はい、シャーロット・ホーネッツ、この日のフィールドゴールパーセンテージ 48.3% と、あれこれ割と高くないっていうのはね、はい、ビギナーの方でも感じてもらえたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、じゃあどういうふうに撮られていたのか、ここでねコンテキスト、いつも言っている文脈というものが大事になってくれます。ゲームの文脈、トロントが相手に与えたファーストブレイクポイント21点、自分たちのターンオーバーから相手の得点になった
25点。つまりトロントのターンオーバーからかなり走られてたんですね。つまりこれはファーストブレイクで献上してしまった。しかもファーストブレイクはかなり高確率になりやすいですよね、っていうところでフィールドゴールパーセンテージが上がっていると僕は断言できます。でそれを実際に見ていくと、全体のフィールドゴールが87分の42で 48.3% だった、そこからファーストブレイクの機会が11本で9本成功しています。これは NBA.com のスタッツでしっかりとチェックできます。これを引くとですね、つまりシャーロットのハーフコートのオフェンス、そのフィールドゴールパーセンテージが分かるわけですね。はい。なんとハーフコートのフィールドゴールパーセンテージは 40.78、 非常にディフェンスとしては優秀なので、トロントとしてはターンオーバーしなければよりこのゲームは、早めに決着がついていたのかなっていうふうに思います。4クォーターはね、結構レフリーにフラストレーションを抱えたり、まあ、NBA で最も高い頻度で今ゾーンを使ってくるそのシャーロット、2-3 のゾーンなんですけども、スタートが 1-1-3 みたいな感じで、まあ、これも書いておきましょうかね。すごく変則的なんですよ。まあ、去年のねマイアミなんかを見てる、方たちはいろんな変則ゾーンがすごく増えてきてるなっていうのを思うと思うんですけども、こうやって 1-1-3 みたいな形で始まって、ボールのサイドが決まったらこの選手がこっちに行き、この選手が下がって、まあ、2-3 のゾーンに実際入っていくっていうような、ちょっと相手に考えさせるそんなゾーンじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、こういうのにちょっと手を焼いて、残り9分58秒には6点差になりましたし、このクォーターを通じてトロントは12得点しか上げられなかったんですけども、まあ、全体としては9大点以上のオフェンスをしてなんとか逃げ切った。特に終盤の、ブシェの働きは大きかったですし、さすがカイル・ラウリーだなって思わせるようなプレーもありましたよね。で、実はトロントもターンオーバー多かったんですけども、シャーロットも20ターンオーバーしてくれたのは非常に大きかったですね。はい、では最後にプチネタですが、現地の中継が紹介してくれた、データですね、トロントにある TSN が集計したところによると、最後の2分間で得点差、3点で今季なんと0勝5敗と、勝負どころでねちょっと勝ちきれないところをトロント見せていた。昨シーズンはリーグ最高20勝7敗と非常に勝率が高かっただけに、この勝ちきれない部分、まずは1勝をもぎ取ってですね、前回もですかね、前々回ですかね、トロントの動画撮った時に、うん、これは自信につながる、一つの勝利だったっていうことは申し上げたと思うんですけども、今日この接戦を勝ちきれたっていうのも、何かねここまで、何かまとわりついてたものをちょっと払い落として、また次に前進できる、そんなゲームだったんじゃないかなと思います。というわけで今日はですね、トロントラプターズのゲームからスイッチの、その真髄なるものにちょっと迫ることができたんじゃないかなと思って、僕は非常に、ワクワクさせていただきながらこの動画撮りましたし、そのスイッチの真髄の中に渡辺選手のね汎用性の高さ、そして賢さ、そんなものも見られて、一バスケットボールファンとしては非常に非常に素晴らしい、ゲームを見せていただいたのかなっていうふうに思っています。はい、というわけで、もう矢継ぎ早に喋って、あれよあれよという間に25分ぐらい。じゃあ、あとはこれで乾杯です。それではまた次回。See ya!